今日がですね、2013年の8月の1日、木曜日です。実は今日が私誕生日でして、せっかくこのパキスタンのフンザにいるもので、記念の日ですから何かしようかなと思いまして、麓のホテル、この辺りぐらいから朝の4時半に出て、歩いて、このイーグルネストというビューポイントがあります。鷹の巣、ワシの巣という名前ですかね、日本で目に訳すと。ここ、絶景ポイントになっているので、ここまで上がってきました。ちょうどもう夜明けを迎えて、フンザの谷にこういうふうに朝の光が差し込んでいます。今週ずっと天気はいいですね。昨日ぐらいからちょっとこう雲が出るようになりましたけれども、多少ちょっと霞んでもいますけど、朝を迎えたフンザの谷です。ちょうどこのフンザの谷の真ん中を流れるのがインダス川の源流になる川ですね。フンザ川とでもいいんですかね。これをずっと見えるでしょうか。この道をずっと辿っていくと、昔はずっと陸路で中国まで行けたんですけれども、途中でアッタバードという湖があって、そこで船に乗り換えます。逆に今度向こうへ行くと、ただギルギットとかイスラマバードの方になります。このフンザ、本当に谷で周りを山に囲まれています。特に有名な山はこれです。ラカポシです。いつも綺麗な、本当に美しい山ですね。この夏でもずっと山頂、山の上の方はずっと雪に覆われています。高星、それからこの谷をぐーっと振り返ってみると、これ、この細い方ですね。これレディーフィンガーと言っています。日本名で訳すとオクラですかね。あの婦人、ご婦人方の指のようにも細く、切り立ったと言いますか、尖ったというか、そういう山です。で、ここからは隠れて見えないんですが、ここの方にウルタルがあります。登山家の長谷川恒夫さんが命を落とされたところでもありますし、今でもここは多くの登山家が登る場所でもあります。その長谷川恒夫さんの意思を継いでと言いますか、開いた学校が長谷川スクールと言います。長谷川スクールがこれでもういっぱいなんですけれども、どうでしょう、見えますかね。だいたいこの辺りぐらい、違ったかな、この辺りぐらいに長谷川スクール、結構あの規模が大きくなりましたけれども建っています。そしてこうやって、日が上がりましたけれども、あといろんな山あったんですけどね、私名前知らないもんで、ゴールデンピークとでも言ったのかな、そういう山々があります。もうちょっと振り返ってみると、あの結構高い山で、高所恐怖症の私にはなかなか辛いところがあるんですが、よいしょ、この下に見えるお城があります。これがアルティットフォートと言います。およそ900年前に建ったお城だそうで、ここにある村そのものは1100年の歴史があるそうです。ここに昔王様が住んでいたんですね。そこから今度はカリマバードの方に目を移して、と狙いは当たってるかな、狙いはこの辺りですか、ここですね。ここにあるのが今度はバルティットフォートと言います。ここにそのフンザ王国の王様が、最後が1970何年だったですかね、までいたかなという場所になっています。これがフンザの谷です。